本題史郎、本題史郎、本題史郎、1 9十一年五月七日から九百九十三年二月二十八日は、日本の映画監督、山形県東田川郡、朝日村、現、鶴岡市出身、東宝特撮をはじめとする数多くの映画を演出した。名前の読みを、井の史郎とした書が多く出版されており、また本人もニックネームで、井野さん。 イノシさんなどと呼ばれることが多かったが、正しい読みはイ郎。井戸イ生まれの四男であったことからイ郎と命名された。その影響を受けたためか、海外の文献でもイ郎とイノシが混在している。ユドノ村七百五十三係、ユドノ、山下寺一山、本田流竜伝院住職である父、本田義弘と母、本田ダミの末っ子として生まれる。 三人の兄と姉がいる。十歳の時に、父親が東京都高井戸にある伊王寺住職となるため、上京し、杉並区立高井戸小学校に転校する。その後神奈川県に引っ越し工玉社中学校、高等学校に入学。1931年に新設された、日本大学芸術学部映画科の第一期生として入学。二十二歳の時に、同大学の講師である。 森岩尾の勧めで、金曜会に入会。1933年8月に卒業目前に、PECL、東方の前身に入社し1934年に、大学を卒業。山本か次郎や成瀬美みきおの助監督に就く。山本文下の黒沢明や谷口千吉は、親友である。1939年3月には、スクリプターの山崎君、本田君と結婚。 入社後には3度徴兵された。特に最初に入営した不評第一連隊では、将校が2.26事件を起こしたので、事件後の部隊が満州に送られてしまい、通常2年で済む現役が長引いた。復帰後は運に再招集され、日中戦争に従軍。終戦は中国で迎えた。この間、ホンダの兄弟はすべて他界していた。1946年。 中国から引き上げてきたホンダは、記者で帰京中に、原爆で壊滅した広島を目のたりにし、強い衝撃を受けた。八年間も軍にいたため、本来は山本門化の三人のうち最も先輩だったにも、かかわらず、黒沢、1943年、姿三四郎で、初監督、谷口、1947年、銀霊の果てに対して、1949年に、 短編ドキュメンタリーの日本産業地理体系大一辺国立公園伊勢島で監督デビュー。本作は日本で初めて本格的な水中撮影が行われた。1951年、本田が40歳の時にようやく青い真珠で劇映画を初監督する。太平洋の和紙以降、つぶらや英二とのコンビで多くの特撮映画を監督した。 1954年のゴジラは全米で大ヒットを記録したため一躍世界に名を知られる映画監督となる。なおゴジラでは真夏の会場ロケを観光したが巡視船の上で上半身裸となって撮影に挑んだため日焼けしすぎて背中に水ぶくれができてしまったという。1957年の地球防衛軍は MGM 配球 1959年の美女と液体人間。1959年の宇宙大戦争。1961年のモスラはコロンビア映画の配給。1962年のキングコング対ゴジラと1967年。キングコングの逆襲はユニバーサル映画配給。1965年の怪獣大戦争と1966年の フランケンシュタインの怪獣三打だ対ガイラは、ユナイテッド・プロダクションズ・オブ・アメリカ・ハイで全米公開されるなど、担当した作品のほとんどが海外で公開された。なお、キング・コング対ゴジラでは撮影中に斜面を30メートルも滑落してしまったが、負傷した腕を釣りながら、撮影を続行したという。百六十五年に、東方専属でフリーとなり百六十七年の、 新婚さんからはテレビシリーズの監督も行うようになる。1971年に東方を正式大社、つぶらやとの縁から帰ってきたウルトラマンやミラーマン等のつぶらやプロダクション制作によるテレビ作品の監督を務めていた。1975年のメカゴジラの逆襲を最後に監督作品はなく、その後は ゴルフ場で再会した黒沢明の勧めで影武者以降の黒沢の映画を演出補佐として支えた。その主な仕事は子役を含めた演技指導やリハーサルの代行。1990年の夢ではそれ以外に B 班の監督や特殊効果面の指揮も務めていた。70代を迎え助監督人と大幅に年齢差が生じた黒沢の同世代の補佐役として 非常に重宝された。マーガだよの撮影終了後、風をこじらせ1993年2月28日午後11時30分に、呼吸不全のため、東京都世田谷区の病院で死去、去年81歳。ホンダの墓には次のような言葉を刻んだ石踏みが立っている。ホンダは誠に善良で誠実で温厚な人柄でした。映画のために力いっぱいに働き十分に生きて、 ホンダらしく静かに一生を終えました。平成5年2月28日、黒沢明。ホンダを主とする、大林信彦監督による、漂流教室と、偉人たちとの夏に仮面を出演したことがある。また、没後には前日の黒沢組にいた関係で交友があった、米田沖宏監督の、モスラと大林間の、水の旅人侍キッズ。本作はホンダに捧げられた。 特撮映画の2作品で主人公の少年の祖父としてホンダの肖像が出演している。メキシコ出身のギレルモデルトロ監督が子供の頃から慣れ親しんできたゴジラシリーズを含む日本の特撮怪獣映画やロボットアニメへのオマージュを込めた2013年のアメリカ映画パシフィクリムではエンドクレジットにこの映画をモンスターマスター。 レイ・ハリー・ハウゼンと、本大志郎に捧ぐとの献字が掲げられている。また、ゴジラ生誕60周年作品である2014年版、ゴジラゴジラには、監督のギャレス・エドワーズの案により、1954年版の登場人物である、芹沢大ケと監督である、本大志郎からそれぞれ、名を引用した、芹沢石郎博士、エン、渡辺健が登場した。撮影技術、 映画効果としての特撮に関わり続けた映画監督である一方、メロドラマ、サラリーマン喜劇、歌謡映画など幅広い作品がある。黒沢明が自分の作品に対して予算や時間のオーバーも辞さず、テーマや納得できる映像を追求した芸術家タイプだったのに対して、ホンダの作品は会社の求める企画を予算や時間を守って仕上げる職タイプであった。 ゴジラもそうした会社から提示された企画の一つである。そんな黒沢とホンダの違いを表現した言葉にこんなものがある。飯を作れというと黒沢は食べきれないほどのフルコースを用意する。ホンダは綺麗に重箱に詰めてくる。演出は概して淡々として破綻がなく堅実である。特撮映画では最大の見せ場である特撮シーンに水を差すことなく、 あくまで一歩下がった位置を守っている。土屋義雄によると、警察官が避難民の交通整理をしているシーンに対して、黒沢明が、おかしいよ。本当ならあんなところで交通整理せずに逃げちゃうだろうと言ったが、それに対して警官はああでなきゃいけないんだと答えたという。ホンダが特撮映画の演出でこだわったのは、頂上現象を目の当たりにしての、 演技者の目線の統一だった。俳優を決める際には、子供が見る映画だからといって、真剣に演じられない人は、私の映画には出てもらわなくて結構と述べ、徹底したリアリズムを心がけた。佐原健治によれば、俳優の演技に関しては、特撮主体の映画で見られがちなオーバーアクヨンを、極力避け、あくまで抑えた、自然体で演じるよう指導されたという。 本田ダをしと仰ぐ大林信彦によれば、黒沢明の映画、夢に出演していたマーティン・スコセッシが、撮影前のメイクの真中、ミスター・ Mr. 本田は、どこにいると語り、本田との対面を熱望していたという。後日、スコセッシは、ホンダや黒沢と共に撮影現場で、記念写真を撮ったとのことである。また、大林によれば、晩年の本田が撮りたがっていた映画は、 若い男女の恋愛を描いた映画であったという。現場では終始にこやかであり、スタッフや俳優を怒ることなどは一度もなかったという。性格の極めて温厚であることは関係者に異論がない。また、演技指導に関しては、積極的に自ら模範演技をしてみせたという。監督作品は当初は自分自身の主筆だったが中期に入ると、脚本家任せである。 そんなホンダ作品の主な執筆者として、間ぶ香る、村田武を、関沢慎一がいる。ただし、クレジットされなくても、監督自身が過失、修正していた。映画音楽は、伊福部明、佐藤勝。晩年の演出補佐作品では、池部慎一郎が担当した。他のスタッフは、一貫して、東方で制作していたことも含めれば、撮影の山田和夫、 小泉はじめ、菅倉太一、美術の北武を、録音の矢野口文雄、声音の加エーチーフ女監督の梶田沖おらが、本田作品を支え、演出補佐後は B 班撮影の上田正春、監督女子の米田沖きらが支えていた。本田ダは、1951年の青い真珠から、1962年の妖精ゴラスまで、イケベを主役として起用し、 1954年のゴジラから1969年の井戸霊大作戦までは宝田明を1953年の俗志春季から1970年のゲゾラガニメ仮名場決戦南海の大怪獣までは久保明をそれぞれ起用。佐原賢治はゴジラでは記者の役として出演。その後1956年の 空の大怪獣ラドンから1966年のフランケンシュタインの怪獣ソンダ対ガイラまで6本の映画で主役を務め、それ以外でも脇役として数多くの作品に出演。その他、高島忠夫、3本、夏木陽介、2本。池部、サーラ、高田、久保と共に、志村隆も、ホンダ作品には不可欠な存在であり、デビュー作、 青い真珠から1965年のフランケンシュタイン単一帝怪獣演出補佐作品の影武者まで数多くの作品に参加。ゴジラの山根京平博士を演じたのを機に、東方特設映画には欠かせない名脇役となった。さらばラバウルで初出演を果たし、ゴジラで芹沢博士を演じた平田昭彦はこれを機に、ホンダ作品、 東方特撮映画に欠かせない存在となり、メカゴジラの逆襲では、芹沢博士の正反対のマフネ氏を演じた。土屋義夫は、地球防衛軍でミステリアンのボスを演じたことで、悪役の名を挙げ、怪獣大戦争の X 星の統制官で人気を、さらに博す。出演作の大半は悪役を占めている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。